はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね、うん、Nゲージダイキャストスケールモデル D51 蒸気機関車です。はい、ですね、この N ゲージのダイキャストモデルをちょっと買ってみましたね、うん、これね、よくね、いろんなとこで見かけると思うんですけども、おもちゃ屋さんにもあったり、あと駅にも置いてあったりするよね、うんうん、ご飯食べるとこでもあったりさ、そうあのレストランとかにもあったりするよね、うん、それをですね、ちょっと試しに買ってみました、うん、はい、早速じゃあ開けてみましょうか。うん、せーの、ほい。あらら、意外とよくできてるね、うん、でちょっと取り出してみてもらえますか。かっこいい。お、あ、重いんじゃない。重いでしょ。ちょっと重い。連接パーツ動きはしないけど、まっすぐしかダメみたいだね。はい、ラインナップはですね、これだけあるみたいですね、うん、裏側にはバスと、あとレール、こういうのも売ってるんだね、うん、全然知らなかった、うん、蒸気機関車はこちらの D51 と、うん、あと C57、うん、あと C62 があるみたい、うん、あとは新幹線とか電車が多いかな、うんうん、じゃ細かく見ていきましょうか、うん、こんな感じでございますね、うん、割とよくできてて、全部金属だね、これね、うん、これちゃんと車輪動いて本物っぽくなんだよ。あ、本当に、あ、本当はちゃんとロッド回るんだね、うん、あー、本当ですか。これ回らないと思ってた、うん、回るんだよ。この車輪も金属だね、プラスチックだと思ってた。前も金属だね。そうだね、ちゃんと回るしさ。そうなんだよ、こういうのいいね、うん、N ゲージっぽい。そうだね、ただ連結部分が、こうくっついちゃってるので、ここが回らないね、うん、だからカーブとかは曲げれない、そういう感じだよね、うん、やっぱりこの N ゲージダイキャストモデルは鑑賞用かな。うん、鑑賞用、そうだね、うん、でもなんかこう金属だからさ、うん、ちょっとリアルだよ、うん、本物感があるね、うん、ちゃんと D51 って前と横も書いてあるしさ。本当だ、 D5101 って書いてある。01っていうナンバーがある。初号機じゃんこれ、うん、初号機って、うん、1号機第1号機これ初めて出てた D51 なんだ。そうそういうことだよ。すごい、ね、こちらの N ゲージの線路にちょっと乗るかやってみていいかな、うん、ちなみに電源は入れないでくださいって書いてあった、うん、これ全部さ金属だからさ、うん、電気通っちゃうんだよ、うん、電池通ったらビリビリビリってなっちゃうからね。バーン、乗っからないのこれ。あらあららら、乗っからないっすね、あー、ね、そっか、 N ゲージの線路ではじゃあ遊べないんだこれ、うん、転がし遊びができるかなと思ったんだけど、それもできないんだね、うん、なるほど、じゃあ本当に鑑賞用ですねこれはね、うん、確かね、あの線路がついたダイキャストシリーズも売ってたんだよね、うん、うん、そっか、そういうの買えばよかったんだな、うん、あ、そういうのだと塗れるんだよ、これほど線路があるからね。あったよね、あ、ついてるのもあるよね、うん、残念、これでちょっと手転がして遊べたらなんかリアルかなと思ったんだけど、うん、おー、すごいかっこいい。うん、かっこいい。D51 といったらさ、昔 SL 水上号に乗ったね、うん、うん、SL 水上号が初めての蒸気機関車だったよね、うん、懐かしいね、うん、はい、ということで今回は N ゲージダイキャストスケールモデル D51 蒸気機関車でした。